け。どんな格好してる。裸にエプロンだけですけど。ご用件は何でしょうか。ご用件は何でしょうか。マンコって言ってて。マンコ。どうしたんですか。泣いてるんですか。ご主人様、ご主人様。ん。ご主人様はエビチが急にいなくなったりしたらどうしますか。何よ急に。決まってるじゃない。ドキドキ。またペット屋で同じやつ買うわよ。エビチの予定だった。バカなこと言わないの。私にはエビチだけよ。チュッカッコキスカッコ閉じだったんです。 それは残念ね。急に死んだらどうしますか。死んだら。そうですよ。ここら辺は月水金庫。エビチ燃えるんで。はいでちゅ。エビちゃん。一人で留守番なんだって。キュー。一緒に美味しいもんでも食べに行く。エビチュー、一度でいいからお腹いっぱい食べたいものが。なんだい。なんでも言ってごらん。炒飯、中華、お寿司、奮発しちゃうぞ。ご主人様ね、いつもちょっぴりしか残してくれないんでちゅー。そう。エビちゃん、もっと高いものを頼んでもいいんだよ。エビチュー、もっとガムシロップ飲みたいんでちゅ。エビチュー、お腹いっぱいでちゅ。そういえば最近してないなぁ。はーい、エビチュもしてないでちゅ。